皆さん、こんにちは、えー。ご紹介に預かりました内閣総理大臣の岸田文雄です。えー、今日は、この東大ける生成 AI シンポジウム、お招きに預かりましたこと、心から熱く御礼を申し上げます。また、この後パネルディスカッションなどに政府の関係者も参加させていただきます、えー、心から御礼を申し上げます。 本日のテーマであります先生成 AI のこの技術の進歩のスピード誠にこのスピードの速さに驚かされますこうしたシンポジウム会合私もですね動画やある映像を通じてご挨拶をさせていただくことも随分 多いわけですが、まあ、最近はこの映像や動画で参加させていただきますと、本当に岸田文雄だろうか、実はフェイク動画ではないかと、ふと思ってしまうぐらいですね、この分野の技術の進歩は目まぐるしいわけであります。 あ今日はあのリアルでの出演です、あの出場ですので、えーと、そういった心配はないわけでありますが、あのまあ、生成 AI、本当にあの世界に大きな、まあ、衝撃を与えています、えー。インターネットに匹敵する技術革新である、まあ、こういったことをおっしゃる方も、えー、多くいらっしゃいます。えー、文献調査あや、まあ、問い合わせ対応など、 このの業務また、この本日のシンポジウム、これから17時まで予定されているということですが、こうしたシンポジウム、終了した直後に、この議論のこの概要が、日本語と英語で出来上がっている、まあ、こういったことであれば、 大変便利なことでありましょうまた医学分野においてはこの新薬の創出やこの新たなこの医療手法の開発など生成 AI が活用されることが期待されています多くの可能性や夢を皆さんが語っておられます一方この生成 AI は、この先ほども申し上げたように、まあ、自然な会話やえ、本物と見分けがつかないような、まあ、画像を容易に作り出すことができるがゆえに、えー、フェイク情報によるこの社会の混乱を生んでしまうのではないか、まあ、こういった懸念も指摘をされています、えー、さらには著作権の侵害、プライバシーの保護に対する懸念、えー、こういった指摘もあります。 私はこの4月にチャット g p t を開発したこのオープン AI 社のサム・アルトマン CEO とお会いをいたしました G7 の首脳の中では最も早い面会であった、まあ、そうですがその際に私が申し上げたことは AI にはポテンシャルとリスクの両面がある そのバランスを取りながら、社会の中でどう生かすか、これを考えていく、こういったことでありました。また、東京大学をはじめとする若手研究者の方々と、車座対話というのをやらせていただいて、生成 AI がいかに革新的か、具体的にどうやって AI 活用を進めていくのか、 などについてお話をお伺いしました中でもこの AI をめぐる国際ルールについて G7 議長国を務める日本が果たす役割は大きいという期待の声もいただきました、まあ、こうした声を踏まえて今年5月に私が議長を務めた G7 広島サミットでは 我々が共有する民主的価値に沿った信頼できる AI というビジョンにおいて合意をいたしました特に生成 AI に関しては私から広島 AI プロセスを提案し担当閣僚の下で速やかに議論をし本年中に結果を出してもらうこととなりました日本が指導して まさに今、国際ルール作りが動いています。生成 AI をめぐっては、規制,化規制が必要か否かの二者択一ではなくして、各国それぞれの事情に応じて、さまざまな意見がまだら模様となっている、これが現実です。しかも技術の変化が早いために、 舵取りは極めて難しいのですが、これから AI と共存していくにあたって、世界のこの人々にとって必要不可欠なことは何か、これを考えていくことが重要であると考えています。OECD など、マルチステークホルダーの議論を重視し、同時に各国の文化や法体系、 えー、等の違いも尊重しつつ、信頼できる AI の実現のために必要不可欠な共通の原則、えー、これを取りまとめていきたいと思います。まあ生成 AI が話題となってなって以降、まあ日本政府はこの AI 戦略会議と AI 戦略チームをまあ速やかに立ち上げ、まあ精力的に議論を続けてきました。 重点事項としてまず挙げたいのは、日本自身の AI 開発力の強化です AI はさまざまな産業分野での活用が期待されていますが、裏返して言えば、一定程度 AI を開発する力を持たなければ、多くの産業で競争力を一気に失う恐れもあるということだと思います。 日本の AI 開発力は現時点で世界と比較して決して高,いと高くはない、こう言わざるを得ません。しかし、この生成 AI は今、革命の初期段階であり原理の解明、新たなモデルの開発など ままだまだやることがたくさんあると言われています今年の春、この東京大学の入学式で、先ほど動画でご挨拶された藤井総長は、ノースイースタン大学のジョセフ・アウン学長の著書を引用されて、AI やロボット技術の進化した時代の大学教育では、創造性を育む 育む基盤として、経験学習が重要である、そして大学が力を注ぐべきなのは、こうした学習の場を作ること、それを学生の皆さんに主体的に活用してもらいたい、このようにおっしゃったと伺っています生成 AI の鍵を握るのは、計算資源と良質なデータです。 政府としては、日本の研究者やスタートアップ向けに、計算基盤やデータを提供する場を作り、日本の技術力の向上、新たな産業創出につなげていきたいと考えています。AI ビジネスに果敢に挑戦するスタートアップや若手事業家をコンペ方式で募り、 日本で AI の開発に思う存分取り組んでいただけるような事業の企画といったアイデアも出ています優れた技術や資本を持つ日本企業とスタートアップなどがそれぞれ切磋琢磨しつつ日本の AI 開発力を底上げできるようしっかりサポートしていきたいと考えています 国際ルールと整合的な形でさまざまなリスク対応を具体化し AI の信頼性、透明性を高めていくことこれも重要です AI の開発力、提供者、利用者向けに個人情報保護法などの現行法令や AI に関する総務省、経産省が定めるガイドラインの遵守と必要な情報の開示 などを呼びかけていきます昨日、村井秀樹総理補佐官から大規模な AI 開発事業者に対して協力要請をさせていただきました。同時に現行のガイドラインを生成 AI の普及,に普及を踏まえて見直していきます。また学校等の教育現場における生成 AI の取り扱いについても、 まもなく新たなガイドラインを公表することを予定しています。AI という新たな技術による懸念に対し、リスクを抑制するような技術を生み出していく努力も重要です。例えば AI による不適切な出力,を出力を抑制するようなアプリの開発は、大学やスタートアップ、 にも取り組んででいいたただきたいテーマです過去の,このインターネットの歴史を振り返っても、有害コンテンツのフィルタリング、ウイルス除去ソフトウェアなどの技術が登場し、安全,利用を安全な利用をサポートしてきました。こうした安全を支える技術が AI の分野でも開発され、 AI 提供者、利用者の双方で導入されていく、まあ、こうしたことも期待しています。えー、本日は、この私の考える生成 AI に関する当面の政府方針、開発力の強化、リスクへの対応と大学やスタートアップなどに期待することを中心にお話をさせていただきましたが、今回のシンポジウムはこの後、 日本の AI の AI 第一人者とといえるる方々によるこの議論が続くと聞いております後に歴史を振り返ったとき、本日のシンポジウムが生成 AI にとって一つの転機になったと評価されるような歴史的なシンポジウムになることを心から期待しております。 あわせてお集まりの皆さんの活躍、これを記念申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。岸田総理、ありがとうございました。